日本全国、一宮。島根、広島、山口編。日本には8万社を超える神社があると言われています。中でもその国で最も高い格式を誇るのが、一宮。今回は、島根、広島、山口の一宮パッシャを紹介します。出雲の国一宮、熊野大社。島根県松江市にある熊野大社。創建は神代にまで遡るとされる。祭神は、イザナギのひまなこ、カブロギ熊野の狼、クシミケネの命。長い名前だが、スサノオの命の別名とされる。農耕豊穣を約束し、平和と繁栄をもたらす神。本殿は入りもや、妻入りで、入り口が右側の大社造り。古くから出雲大社城と並ぶ、出雲の国の大社として知られ、日本の火の発祥の神社とされる。出雲大社城宮司が、ヒキリウスとヒキリギネを狩りに来るという神事が、毎年行われる。出雲の国一の宮、出雲大社城。島根県出雲市にある出雲大社城。創建は神代まで遡るという。祭神の多くに、主の狼は、国土を開拓した国づくりの神。現在では、縁結びの神としても信仰される。古代には高さ48メートルの巨大な本殿があったとされ、3本束ねの巨大な柱が出土した拝殿前にはその印がある。現在の本殿は1744年に建造。高さは24メートルに及ぶ。大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式で、国宝に指定。参拝作法は二礼四拍手一礼。豊前の宇佐神宮、越後名や彦神社も同じ作法。石見の国一の宮、物部神社。島根県大田市にある物部神社。創建は、景泰天皇8年の513年。馬島路の命は、大和朝廷で軍事を司った物部氏の祖神。文武両道や、将軍の神として、信仰を集める。本殿は、大屋根と庇が一体となった重厚感のある、春日造り。高さが 16.3 メートルあり、春日造りでは全国最大級。馬島路の命が座ったという勝ち石や、葬られたとされる円墳もある。熊野大社や出雲大社をはじめとして、島根県には大社造りの本殿ばかりあるように思うが、日の岬神社や、石見の国にある物部神社は、そうでもない。備後の国一の宮、吉備津神社。広島県福山市にある吉備津神社。806年に備中の吉備津神社から分祀された。大鳥居から入り、下、随神門をくぐると、階段の上に随神門がある。その先の神楽殿、拝殿、本殿まで一直線に並ぶ。祭神の王吉備津彦命は、第7代、高麗天皇の第3皇子で、主導将軍の一人として、吉備を平定。現在の本殿は1648年に
水野勝成により建造。開運招福、厄除け、交通安全、長寿の神として信仰される。備後の国一の宮、須佐の神社。広島県福山市にある須佐の神社。天武天皇の代、679年の創建。祭神は、もちろん須佐ののみこと。全国の祇園祭りの発祥がこの神社とされる。もともと、祇園祭りは、疫病神である須佐ののみことを、町から退去させる祭り。本殿は、大きな破風にも木々がつく。広々とした境内に、静かに佇む神社。秋の国一の宮、厳島神社。広島県廿日市市にある厳島神社。推古天皇の代、593年の創建。厳島姫の御子と、田子姫の御子と、田木津姫の御子の、宗像三女神を祀る。皇室の安泰や国家鎮護、海上の守護神として古くから崇敬される。神殿造りの海上社殿は、12世紀に平清盛が造営。本殿など計6棟が国宝に指定される。本殿背後の御前山頂には、奥宮である御山神社がある。山頂からの風景はとても良い。登りだけでなく下りもかなりハードなのでロープウェイがおすすめ。周防の国一の宮、玉の親神社。山口県防府市にある玉の親神社。祭神の玉の親の御子は、勾玉や管玉を作る人々の祖先神。三種の神器の一つ、八坂にの勾玉を作った神である。現在も宝石、メガネ、時計、カメラなどの関係者から信仰を集める。黒かしわ系発祥の地とされ、神社境内でも飼育される。小規模だが特色のある神社。長門の国一の宮、住吉神社。山口県下関市にある住吉神社。住吉三神を第一殿に祭り、第二殿から第五殿には、応神天皇、竹の内の宿根の御子と、神宮皇后、竹見方の御子を祭る。軍事と海上交通の神とされる。現在の本殿は1370年建造。一見社流れ造りの5つの社殿を、愛の間をもって連結したもので、旧見社流れ造りという、他に例のない形式で国宝に指定。ぜひご参拝ください。ご視聴ありがとうございました。